豊か清水信号場は、北海道中川郡美福町あざ清水にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の信号場である。電報略号はトス。旅客営業末期の駅番号は W58。1977年の豊清水駅と、周囲約500メートル範囲の状況。左上が、稚内方面。島式ホーム一面二線。駅舎横の名寄川に。 貨物積み下ろし場と引き込み線。この時点で、すでに貨物取扱いをやめて久しい様子。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成対象時代から入職者による駅設置の請願が行われていた。その後仮上工場を経て、駅として営業されていたが、利用者減少に伴い2021年3月13日に、 旅客扱いを廃止し、信号場となった。所在地のビフカ町、清水及び隣接する、時は村清水の両地区の名称から、将来豊かなところになるように、豊かな清水との意味を込めて、豊かを冠したとされる。清水の名称については、ビフカ、おといネップ町村境を流れる、現在のペペケ内側を指すアイヌ語、ペペケ内の役である。 二線を有する列車交換型の信号場。ビフカ駅おといネップ駅間で唯一列車交換が可能である。線路西側に旧駅舎があり、信号浄化された後も残されている。当期は補線要員が常駐する。2021年3月改正時点では、長席時間帯における普通列車、特急列車の行き違いに使用されている。旅客駅時代は、 島式一面二線のホームを持つ地上駅でおとイネップ駅管理の無人駅であった。仮上工場時代は単式ホーム一面一線であり、駅小角に伴い木造駅舎と上り側一線スルー式の島式ホーム一面二線、駅舎横の名寄り寄りに貨物積み下ろし場と引き込み線が設けられた。貨物及び荷物取扱い廃止後も引っ込み線は対比線として残されている。 旅客営業廃止直前の利用状況は以下の通り。高台に駅があるため周りの風景が眼下に見える。周りは一面の牧草畑である。当期には駅周辺の一部の道路が閉鎖される。2010年3月現在、オンネ内駅付近にあるセンタープラザ停留所との間にスクールバスが1日3便運行されている。日曜運休。 全ての便で通学生以外も乗車可能。現在、停留所にはバス停を表す標識は撤去され、設置されていない。当駅を含む微孵町に所在する無人駅3駅が2021年3月13日に廃止されるのに合わせて地元若手住民で構成されるグループ、ビフカ廃駅プロジェクトが廃止対象3駅を物体とした。 記録映像の制作を2021年1月より開始している。同年1月25日には映像制作費を募集するためのクラウドファンディングを開始させ、駅のイラストが入った返礼品も作成された。豊か清水仮上工場に関するカテゴリー、豊か清水駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。